グローバルボーイズグループ INI の西ひろとが NHK 福岡放送局が制作する NHK E テレで放送中のゾンタークー踊りの星木曜午後7時45分九州沖縄のみの8月10日17日放送回に出演するゾンタークー踊りの星は踊りのない星ゾンターク星さらやってきたゾンとターク声米田2000はダンスの楽しさや魅力を様々な映像で発信する新しいダンスプログラム。インストラクターや振付師としても活躍する福岡在住のダンサーユリナシアが経営するスクール J アベラブのメンバーがテクニックを教えるコーナーや、九州、沖縄の路地でダンサーがパフォーマンスを披露するコーナーなどで構成。15分と短い番組ではあるが、ダンスの魅力が詰まった内容として好評だ。西が出演するのは、ゾンが注目アーティストへダンスについて根掘り葉掘りインタビューするコーナー、ゾンルーム2000。意外にも遅かったダンスとの出会いや転機、そして INI での活動などについてたっぷりと語られる。また、プライベートな話題も、出身地である鹿児島や暮らしたことがある長崎の思い出、好きだった食べ物のエピソードを明かす。さらには、子供たちへのスペシャルレッスンと盛りだくさんの内容だ。他にも、J アベラブによるレッスンコーナー、J アブジウケでは、藤井風の名曲に合わせてパフォーマンス。また、九州各地の路地で踊るコーナー、の GIDE では、熊本の河原町繊維問屋街のレトロな街並みを舞台に、世界レベルのダンスを撮影している。バル、番組では、視聴者がテーマソングに合わせて踊った動画を随時募集中。さらに、番組公式サイトや公式 X、Twitter、NHK ミュージックの YouTube チャンネルなどでオリジナルウェブ動画の展開も行っている。なお、放送で入りきらなかった西のインタビューは、ウェブ動画で公開を予定。放送終了後2週間、NHK プラスで見逃し配信を予定している。利用登録者は放送エリア外でも、インターネットを介して視聴可能だ。